どうも皆さんこんばんは。ベルサイユと申しまして、本日も都内の某タワマンからお届けしております。私大久保佳代子さんのモノマネですとか再現 VTR にちょこちょこ出させていただくことがございまして、今日はその時の大久保さんメイクを撮影してみましたので、よければ最後までご覧ください。乾燥した唇では大久保さんメイクは成立しないので、まず保湿、そして眉頭をですねバッサリ落としていきます。で、眉毛の下の方も目と眉を離すイメージで思い切って剃っていきます。で、今回はコスメデコルテの試供品を使っていきます。大久保さんのお肌といえばやっぱりですね、健康的なヘルシーなツヤ肌ということで、ちょっとツヤのある下地を使います。そしてこの RMK のジェルクリーミーファンデーションなんですけども、これがねすごい薄付きで健康的な肌にしてくれるので、大久保さんメイクには本当にねもってこいなんですね。で、普段メイクにも皆さんにもすごいおすすめができるファンデーションです。で、しっかり色ムラが出ないように全体に叩き込んでいきます。そして今ちょっとねずっと隣でピーちゃんが喋ってまして、ちょっとピーちゃんに黙ってほしいっていうことはね、伝えられないので、もうピーちゃんの声も入ってますけども、皆様ご了承ください。はい。で、こういうところはね普段のメイクと一緒ですよね。でもこれもやっぱりね大人のツヤ肌ということで、あんまりね粉っぽくパサパサにしすぎないようにお粉をつけます。はい。この青ひげ対策もいつも通りですね。で、このね大久保さんメイク用のこのペンがこんなに短くなるぐらい何回もやらせていただいて本当にありがたい限りです。で、モノマネメイクっていうのはやっぱり眉毛が一番大事なんじゃないかなと思っておりまして、ここが本当に腕の見せ所というか真剣に作業するところですね。で、最近の大久保さんの眉毛っていうのはもっと細くて、ブラウンで描かれてまして、もっと垢抜けた眉毛なんですけども、私はかつての皆さんのこう記憶の中にいる大久保佳代子さんをイメージして描いていきます。はい。アイシャドウもですね、普段まあ大久保さんがこういう色を塗ってるかどうかというところよりも、まぶたを平らに、幅をこう広く見せるつもりでこういう白っぽい色をチョイスしてます。でもこれもラメとかパールが入りすぎてないものを選んでます。これもね普段のメイクでもする時が多いんですけども、ちょっと先にこうやってつけとくことですごいツヤっとチークが映えますね。どうでしょうか。だんだんこの大久保さんのこうお肌が再現できてきているんではないでしょうか。多分ね尾上松也さんですかね、上田と女が吠える夜で大久保さんの肌を褒めてらっしゃったような気がします。はい。リップもマックですね。これもですね全然唇がカサカサしないので普段使いにもおすすめなんですけども、このリップをこう自分の口よりも横幅広く山も消すつもりで塗っていきます。で、大久保さんの唇はやっぱりねマットなリップじゃなくて、こういうねツヤっとしたリップで仕上げてもらうのがおすすめです。ほくろがまだベルサイユなので、これをねちょんと隠していきます。ちょこちょこチューニング入ります。はい。鼻
鼻の穴に命を吹き込みます。メイクは完成。かよこの大人のナチュラルセクシーヘルシーエレガントメイク、これいかがでしたでしょうか。よかったよ、参考になったよという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメント欄に感想なんかも書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。